男のロマンは女の不満、ドライブ三宅です。合格。合格ですか。そうですか、はい、男のロマンを追求していくと、はい、あんな車になります。こんな感じですか。はい、今日綺麗に並んでますね。三木さんには嫌われてます。普通の92がいいそうです。、うん、ということでね、はい、いや世の中すごい人がいるんですね。そう、この間お客さんからね、うん、これ社長すごくないですかっつって、うん、SNS の投稿を見せられたんですよ、うん、見てたら何だろうと、おこれすごいねっつってなって、うん、何をやってかなってたかっていうと、うん、あのなかなか難しい MSS60 の DME なんですけどね、これ、うん、ブートローラーぶっ飛びを直してる人がいたんですよ、うん、素人の人で、うん、すごいよね。すごい、すごい。俺には分からん、できん。私も分からん。何、知り合いなんっつって、うん、紹介してよっつったら、うん、いや知らない人ですって言うから、何やそれっつって、うん、でそれ知ってどうするんですかって聞かれたから、うん、いや弟子入りするっつって、うん、そうですね。どうやったらできるんですかっつって、はい、弟子入りしたいわほんまに、ね、ここら辺りのある人ちょっと連絡ください、はい、弟子入りしたいです、ね、こちらまで。僕修行に行きたいです、はい、僕はああいう何でしょうね、車を速くするとかね、うん、そういうのは得意ですけど、うん、ああいうなんかなんて言うんだろう、パソコンのソフトを作るみたいな、あ絶対無理です。絶対無理よね。俺の昭和の人間にはね、はい、無理よね、はい、無理よね。とばっちりが来るんでやめてください。まず老眼なんでね、はい、まずメガネを買うから始めなきゃいけないですけどね、葉月、うんうん、ルーペから始めなきゃいけないですね。そうね、やっぱり賢い人はすごいね、はい、すごい、ほらすごいと思うわ、うん、弟子入りしたいわということで、はい、弟子入りからちょっとあれですね、今週の Vlog スタートしていきましょうか、はい、だから見てる人は宮城実はしょぼいんじゃないかって思われそうですけど、しょぼいですよ。ノーコメントで。何でもね、はい、得意分野不得意っていうのがあるので、うん、何でもできるわけじゃないんで、そうですね、はいはいはい、というところでね、うん、俺何気に思うんですけど今ちょうどね、うん、アウディのあれ何かな、おえらいやつよ、新しいえらいやつ、あれの純正ホイールがすごいなってずっと思ってるんですよね。あれすごいですね。あれすごいでしょ。うん。ちょっと遠目からで見えにくい感じ。なかなか強烈よあれ。うん。なかなか強烈。風車みたいな。え？風車みたいな。風車っていうか。うか、そうね、まあ F1 とかでもね使ってるエアロフィンみたいな感じのデザイン。うんうん、まあ最近ああいうのがね、はい、まあ AMG の純正なんかもあんな感じになってる、なんかエアロフィンがついてるようなやつ。まあ、結構昭和のおじさんたちが結構グッとくるデザインですよ、うん、っつって腰が抜けちゃう感じです。そう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 、はい、ってことで暇なんですよ、うん、暇でね、はい、何しよっかなっていうことで、何しよっかねって思ったらね、やっぱデモカー触っとかないといけないと、うん、常に改造していないとドライブは死んでしまうので、はいはい、ちょっとエムリのね足の仕様を変更しています。からそれだけです。ということで、はい、もう間もなく閉店時間ですが、はい、張り切って Vlog をやっていきましょう。はい、ドラミオが入ってきたので、はい、速攻でパッド交換してますね、うん、とプラス走行前の点検ですね、はいはい、チェックをしていきます。いい色です。なっております。いい色ですね。いい色ですね。鮮やかですね。ちらっと見えておりますね。はい。ということで、はい。ということで、走る前にも、うん、走った後にも、うん、点検大事ですよと。はい。そして、ドラミオは安全で速く走るためには、うん、マストですよというところで、はい。はい、まあ、お気があるね、お問い合わせいただけたらと思います。うん、ということで、明日は楽しみましょう。はい。すみません、完全に出遅れました。はい、終わっちゃいました。着いちゃいましたよ。今日はこちら、BMW ミニの、ホイール交換でございます。はい、はい、安心定番の DBS DBS V7、はい、こちら17インチですかね。18ですね。18インチ、18、17インチからの
はい、アップっていうことですね。はい、はい、おっと、中にドラゴスターもついてますね。そうですね、これは定番のお決まりのセットとなります。はい、はい、なんか外野が入りましたね今。モザイクかけといてください。モザイクかけときましょうか。黒から黒の道具に変わった。そうですね、黒から黒に変わりましたね。はい、いいね、かっこいい。社長参戦です。入ってきたね。はい、レスキューでございます。ちょっと喋りたい。おい、どうぞ。ここするけ、ここするけ、バンパー外れて。うん、バンパーが外れた。バンパーが外れた。どうしたらいいですか。野間さん読みましょうか。困ったもんですね。ギリです。はい、困った時のドライブですね。困った時のドライブですね。はい、はい、1メーターの何章？え？ 1 メーターの何章？何章？これ新手の現場作業ですね。それが気になって仕方ない。はい、難所もうすぐ通過です。何が始まるんでしょうか。何？何が始まるんでしょうか。何が始まるか。はい。この時がある。どうぞ。溶接時間。溶接するんですか。私は溶接するのに邪魔しに来たのか。じゃあ帰ろうか。帰らんでいいわ。帰らんとって、喋らせて。どこの溶接が始まるんでしょうか。まあなんか、うん、カタ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 って音がするということで。はい。まあ、それは今回の作業とは全然別件やったんですけど、はい、まあ、ついでに見てくれってやつで、うん、まあ、こういう形ですね。それは音がしますね。そうですよ、はい、レムスちゃんが CPM 先生をいじめてるんですよ、これ。ほうほうほう。 CPM に当たってる、うん、ね、なるほど。でどういうことかなと思ったら、はい、本来これあるべき人が亡くなってました。ってことはどこにくっつくんですか。これここに本来はついてないといかんです。ついててここに、うん、今外してるけどここですね。ここで釣ってるんですよ。だからこの位置で止まらないといけない。そんなゴムついてますね。そうないからデーンってなってるんですよ。僕らの腹のようにへこまして、うん、ね、へこましたら今へこんでますけど、へこむんですか。へこまないです。へこまんのか、はい、だいぶやばいのそれ、うん、そうか、そうか、はい、とあとはまあこのなんかオートマオイルの容量アップのオイルパンか、うん、かっこいいなこれ。いいな、こんなんあるやん。こういうのがあるんですね。ありますよ、はい、ありますよ。う、はい、もうなんか、うん、これね、なんか番線でこう高さを下げてこうやっとったんですけど、これカチャ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 なっとったんで、うんうん、はい、もう外してぶち切って、はいはい、っていうことで野間は CBC やってます、うん、で合わせて先ほど作業はもうやっちゃったんですけど、はい、まあ、サーキットね楽しまれてるお客様なので、はい、まあ、前後ね大きいブレーキもついてますね。エンドレスのいいブレーキが、ちょっと待ってくださいよ、はい、おい、いいブレーキがついてるので、うん、まあ、それに合わせた、
ABS を極力極限まで介入を遅らせる、そして邪魔するつまみっこクラブからの脱退、はい、ということでそういう辺をフラッシュしました、うん、はい、ということで僕は今から溶接するんで、はい、じゃあ邪魔しません、邪魔ですね、そうですね、僕のこの溶接機で、うん、ミキさんも元旦那と火つけてあげましょうか、やめてくださいこれは裁判時間になるので、裁判はいこれこっちこっちこっちこうか、うん、これやこれやな、これがこの後やな、分かった、はいはいはい、正しい方向でお願いします、そうだね、はい、めっちゃ燃えたやん今ここ、熱っあ、近寄りません、これいかんな、これ危な、え、危ない、豚の丸焼けになる、そうでもないんやけど、はい、このモコモコいかんな、モコモコはよう燃える、よう燃えるそれは危ないと思いますよねえ、はい、よう燃えるね、はい、同時作業ですね、はい、ついたよ、はい、もう一応ここだけ入れとく、バッチリでしょうか、大丈夫でしょう、はい、OK です、できましたでしょうか、何が溶接、これはもう、はあ、宮城鉄工、うん、閉店の時間ですよ、はい、倒産です早っ、はい、今時ね、はい、溶接する仕事なんてないですから、そうですねまあ、チューニングといえばね、うん、切ったハッタの溶接っていうのが昔は当たり前でしたが、はい、今時溶接もできないメカニックばっかりなんで、はい、まあ言うても俺も大してできへんけどまあそれはええとしてよ、それを置いといて、置いといて、はい、おミニ、はい、いい感じ、うん、今日も風で、はい、風でスカートがめくれてます、ナンバーが、ナンバー、あそこでイヤーンってイヤーンってやってほしいですね、危ないですね、マリリン・モンローみたいな感じで、あ、ね、うん、いいじゃないですか、いいですね、いいね、うん、あ、なかなかパチパチやな、うん、BBS の決まりもんサイズにしてはなかなかいいマッチングやね、これね、パシッと決まってます ね、 ね、はい、もうちょっとシャコタン、もっとシャコタンにしてやりたいところですが、うん、はい、まあ、奥様のね、はいはい、買い物カーで快適にっていうことだった、うん、はい、これぐらいの車高でいいですね、はい、これは V7 か、はい、V7 です、ね、V7 に、PS4S、うん、はい、鉄板中の鉄板です、はい、はい、ということで885を買うならぜひぜひドライブで、ホイール交換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 、お願いします、フェードアウト、はい、ってことで何本落ちとるやん、さっき落ちましたじゃあ俺隠しとく、はい、13号はオイル交換です、はい、ホイール交換からのオイル交換です、はい、そうです、ね、はい、ということで取り、うん、お昼から取りに来られるということなん で、はい、でまたあれですかね、オイル交換したんで次ホイール交換ですか、ね、あ、かもしれないですね、それいいですね、はい、しょうがないんで俺つけておきますよ、これ、はい、TTS は、うん、リップが、うん、リップが3枚おろしになったらペラントになってるでしょ、はい、おお、まあとはいえですね、うん、まあ、新品交換すればいいんですけど、うん、在庫がないんで、はい、とりあえず応急で直します、じゃないとしばきに行けないんで、そうです、先に行けないんで、はい、ということでごちょごちょとやってます、はい、ということで、うん、何か万が一起こった時はですね、はい、あれこれいらんことする前に、うん、まずは電話、まずは電話、はい、まずは電話、はい、相談しましょう、はい、ということでよろしくお願いします、はい、おはようございます寒いのやめてくれんも本当に、血とは違う、ん、体
カラス越し1枚はちょっとあったかね。そうやね、震えてるで、そんなこと言いながら、なんかプル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 ということで、はい、今日も多いところよりご来店ありがとうございます。ありがとうございます。本日は北九州ですね。はい、はい、北九州増えてきたんで、うん、今度南九州お願いします。お願いします。お願いしますということで、はい、M4、うん、82M4、はい、後期ですね、うん、82M4 といえば、はい、おっとここに お客様名が出てたので、これ伏せときましょう。はい、モザイクですね。モザイクですこの人です。はい、はい、これから組み込んでいきます。はい、そして、はい、はい、ちょっと引っ張りますね。はい、まあちょこちょこオートポリスを走られてるということで、はい、今ドノーマルでブレーキパッドとタイヤのみ、うん、ということで、ドラゴスターご注文ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。マサルに代わってお礼を申し上げます。ありがとうございます宮城もありがとうございますはい、ってな感じで、はい、とりあえずはまずは、まずは、うん、タイヤは滑りますけれども、うん、ハブは滑りにくくしておきましょう。まずは、はい、はい、大事ですね。はい、いいことです、うん、ということで、はい、寒いですが頑張っていきましょう。はい、おはようございます。おはようございます。今日はおしゃれな車が入ってますね。そうですね、はい、こちらは4シリーズのカブリオレ、はい、今日の作業は、今日は、はい、テールランプの内側、うん、力ないってことで。こちらですか。そうですね、ウインカーが、はい、ここが光らない、はい、片っぽだけ、うん、はい、原因は今調査中です、はい、捜索願い出してるところですね。そうですね、はい、原因がちょっと今配線がね、ちょこちょこ、はい、変なとこがあったりするんで、うんうんうん、ちょっと確認しながら、はい、ね、起伏が向け取ったりするんで、はい、ちょっといろいろ見ながら、はいはい、点検中なんで。点検中ですね。おそらく治るであろうとは思いますが、はい、ランプ自体は生きているのは確認できたんで、うん、はい、まあ、ちょっといろいろしながら直してみます。はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。おい、なんなんその偉そうな態度ここでさ、うん、バッテリー死にやがってさ、うん、冬やけんな。聞いたらさ、ああ、結構前からその表示出てるってさ言ってくれ、あと出しじゃんけんで言われてさ言ってくれよな慌ててさ、はい、バッテリー取ったらさ、うん、軽いのにしてって言われてさすねすね宮城ですね。え、すねてない、全然すねてない全然すねてない。たかがバッテリー交換、サルドバッテリー交換、うん、こういう装置をちゃんとつけるんですよ。おう、これしとかないとですね、うん、たまになんとか飛ぶやつがあるんですよ。おう、ってことで、ああ言うてますせ、純正バッテリー死ぬほど重い純正バッテリーおかしいですね。野間さんの腰がやられて、ゾウを小指で持てるぐらい の, あの力の持ち主ですけど、うん、えらい重たそうにしてましたね、はい、ゾウより重いんですかね、あれ。え、ゾウより重いんですかね。ゾウ持ったことないんで分かりませんてことで、おい、何やったっけ、メガ盛り、メガ盛りバッテリーおり、まあ軽いですよこれ。ほう、持ってみて、どれどれ。だいたいミキさんもバッテリーの重さ知っとるでしょ。ああ、軽いですね、はい、重さ知っとるでしょ、うん、持ち上がり片手で持てないですよね。あのこの大きさのやつになると、うん、変なところに置かれると放置プレイします、うん、はい、こんなところにはかりっていうものを僕は持ってるんですよ、うん、ちなみに純正バッテリーはここに持ち上げる、うん、俺は自信がないな自信がないな。はかりを下に下ろせばいいですねそうかそうか、はい、病院代の方が高くつきますとはいえ 9.37 か、うん、割とデブやね、うん、割とデブやね。俺の急に積んでるドライあのバッテリーは、うん、ちなみに2キロです、うん、おっとはい、おっと。そしてこれはちょっとしてこれこの破壊何キロいけるん。これ20キロまで。20ですよね、はい、待ってくださいよ。行くよ。
ふっ、ふっ、ごめんとって。もうちょいまともな気の利いたツッコミとかできんの、うん、ちょっと芝居が下手くそ、まあ重いけど、うん、まあびっくりするほどじゃないけど、はい、測りませんでした、はい、20キロ以上ってことですね、はい、ってことで、うん、バッテリー一つでさ、はい、10キロ軽くなる、うん、財布はもっと軽くなる、うん、ちなみに10キロ以上ですね、売れてもドライブは利益率悪い、はい、あんまり良くないかもしれない、微妙なところで太くない、まあ、でもバッテリーで10キロ以上、はい、軽量化はなかなか偉いっすよ、うん、僕この間屋根切ったじゃないですか、はい、M2 の、うん、あんだけの労力してあんなことしてさ、うん、大きな声で言えんけど、うん、6キロぐらいやったひょぼコスパ悪すぎ、ひょぼ相当悪い、あ、なるほどですね、うん、コスパ悪いけど、うん、ただ、うん、重心はやっぱり下がったし、はい、コーナリングは強くなったよ、うん、よく知らんけど、知らんけどいやでもレースラップで43前半とかで回れるっていうのは偉いですよ、うん、あれですよ母艦するまではね、はい、そうですね、はい、安定してね、はい、3年前の土中湖の 71RS で、うん、あのタイムでずっと回れラップできる、レースでラップできるっていうのはいいと思います、はいはい、だから次のオートポリスが非常に楽しみなんですが、うん、これも、まあ、12月10日に行くんですけれども、はい、これも、うん、いまいち原因がわからないんですね、この間の母艦の原因が、はいはい、なので、まあ、ぶっつけ本番、うん、持てば完走、はい、持たなければダイヤです、うん、はいはい、仕方ないです、はい、ということで、はいはい、こちらのフロスマンゴーは今からメガライフバッテリー、ね、リチウムイオンに交換しましたね今ね、はいはい、でこちらの横浜 M2、うん、はい、こちらは明日納車なので、はい、もう一度ですね、うん、再点検ですね、はいはい、何かあってはいけないので、うん、ということで、はい、寒いですけど働いてます、はいはい、では引き続きご視聴よろしくお願いします、お願いします、はい、年末の呪いです、はい、年末の呪いですいろいろこう取り付け待ちなんですが、はい、CBC も最近すごいね、知らん間にいっぱい増えてます、そうなんですよ、 SPL も増えてて、何がすごいってこれ呪われとるよね、うん、この森下勝よりも、うん、ドラミューの方が呪われてきてますねこんなところに SPL もまだまだセットはされてますけれども、はい、隠れてますね、はい、結構呪われてます、はい、でも、うん、暇なんで仕事ください揃わないから仕事できないんです、そうですね、そうなんですよ、溜まっていく一方で、はい、この波が怖いですね、津波のように、なんかこうなんかうまいこといかんよね世の中ね、この間もさ、はい、050を、うん、まあ、週末のレースに向けて、うん、結構前からバックホテル撮ったんですよ、はい、それが、うん、納期未定やっていきなり言われて、うん、それが分かったのが、うん、2週間前、はい、しょうがないので、うん、保険をかけて別のとこでもオーダーしてたんですよ、うん、まあ、ぶっちゃけ高いですよそっちの方が、うん、でもまあそこ在庫あるって言われたんで、うん、分かりましたって、でそのタイヤ入ってきました、うん、次の日、うん、できたんで送りますっていう、うん、謎に届きましたね、謎に全部ゼロが発砲も来てしまったっていう、ね、はい、まあ、まあないとね、うん、困るんで、まあええかっていう感じなんですけど、そうですね、はい、はい、あの不良在庫が4本増えたので誰か欲しい人いたら、はい、あの即納カーです、カーです、フレッシュ、ね、カーです、スーパーフレッシュが出来たてほやほやが奇跡の即納カーです、ね、はい、と、はい、うことで、少しずつ増えてきてはくれまってますが、うん、全然足りませんね、はい、あと500台ぐらいは預かれるんで、うん、はい、あと500台ぐらいは預かれるんで、はいはい、どこに置くんやいう話やけど、と、はい、ことで置いて、でその呪いがまだこれ続いてて、うん、続いてますね、続いてて この間、うん、あ、ちょっと時間あるから、はい、まあ、今までラジアルで作ってたじゃないですか、うん、で050に変えるんで、うん、050のセットに変更やって、うん、やってたわけですよ、はい、そしたら、
そしたら、まあ、これ同じタイプの食がここにありますけれども、ここまあ水ベルになってるんですけどね、ね、でこの上からまあネジで止まってるようなイメージですよ。で細かい砂利が、この水ベルとランパーのこのオイルラインの隙間に挟まってて、これが止まってたんですよね。ほんまはこれくるくる回してたらここもくる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 フリーになるんですけど、ここが止まってたおかげでここ全長変えようと思って変えたんですよ、緩む方向に石が止めやがって、一緒に回ってドワーッとオイル漏れ出して、それが4日前の出来事です。はい、しかし森下勝、そこは神対応ですね。神対応ですね。普通なら2日で帰ってくるんですけど、4日で返してくれました。神対応です。神対応です。はい。はい、でもとりあえず間に合ったんでありがとうございます。はい、ありがとうございます。ということで今急遽組み直して、はい、忙しくちゃ。ダイヤを組んで、はい、アライメントで10メートルのセットアップをしたら、はい、とりあえず足は完璧です。できる足は完璧です。でもこの間のレースで謎に止まる原因、まだ未だよく分かってないです。まだ分からない。なんとなくこれかなっていうところは見つけたんで変えてみたんですけど、まあでも高速道路ぶっ飛ばしたところでね、どうせまたコース入れない、入れたら秒殺で起こるんですよね、そういうのね。だいたいそんなパターンなんで、乗った感じは問題ないんですけど、でついでにスーパー魔改造をして、ブーストを 1.8 定格でかけてやったんですよ、死ぬほど速い、死ぬほど速い、その代わり、エンジンがボカンしそうなんで、元に戻します。はい、やめましょう無茶はやめましょう、九州まで行ってね、全然一周もできませんでしたって話になって、また何しに行ったのか、何しにか分からない、怒られるそうなんですよ、とりあえずレースはね、とりあえずね、はい、一周とかのね、スーパーラップのタイムアタックだったら、まあそういうのもありかもしれないですけど、まあまあ、まあ周回するっていうね、一方通行の競争の場では、まあやらん方がいいかなっていうところで、まあいつもの、いつものまあ安泰なローブースト仕様でいこうかなと思いますけどね、1.4 ぐらいまで落として、1.4 まで落としたらよ、400馬力出るか出んかぐらいの、パワーになるんで、遅いんですよ、そしたらね、またシルビアに置いていかれるじゃないですか、敵にね、敵にね敵は S131415180032、たまに3号のあるのか、青春時代の車、青春時代の、はい、車は青春時代だけど、乗ってる人は全員おじさん、年は変わらんかなっていう、まあ不利なんですよこの人、デブなんで、これはね、あと300キロぐらい軽くなるんだったら、まあまあすごいマシンになるんですけど、まあならないので、ってことで今050ハマりましたね。パコンが聞こえます。パコンが僕のパコンが僕のパコンがパコンがということで、三宅 M にはそんな感じです、でこちらは、修理からの車検ですね、預かっている間に車検が来るパターンのやつです。そうですそうです、そうです、預かっている間に車検が切れるパターンですそうですね、というか車検と同時に行くっていうのが多いですね、最近ね、最近多いですね、はいはいはい、ってな感じでやっています。パン言いましたね、いいですよあのことがね、まあでも050、050と RIA の組み合わせもかっこいいね、やっぱりね、かっこいい、あいいね、いいね、できれば、ホイールは黒く塗りたいね、また塗るんですか、塗らないです、新しいのできてるんで、ただ間に合わなかったんで、あるもので対応してるっていうだけです、ってな感じで、週末は、エントリー300台らしいので、もうゾクゾクしますね300台もいるのに、そこに一人で、アウェーな場所に一人で行くっていうのが大変、最高ですよ、ド M なんで、ド M ですね、いじめられたい僕は
伊達に宮城じゃないですそうです宮城MM ですからね、 MM ですからね、はい、森下勝も MM やで、本当ですね、本当ですよってことで、はい、はい、今日も張り切って、はい、楽しみながらお仕事しましょう、